ウォーカーと高橋レイ、泉圭介、トレード。こちら新聞の記事、両球団合意のトレードとなりました。今年数少ないイズミンの試合見れてよかった。 SB ウォーカー爆誕、脅威ではあるけど、今はウォーカーと守備位置が被るポランコのシルエット化を回避できた。多分喜びの方が大きい。ポランコ残留に希望が持ててきたと同時に、ならなんで牧田コーチに呼んだんと思った。オフシーズンの激動がスタート。高橋レイ投手、泉圭介投手、新天地でも頑張ってください。応援してます。ホークス、来季からコーチに牧田来るのに同じ安打スローの高橋レイ放出するの草。ウォーカー出ていくの辛いけど、試合出ている姿見たいから仕方ない。泉と高橋2人ももらえてよかった。ウォーカー割と評価高いのか。ソフトバンクではコーチに牧田を招集して高橋レイ放出白さ。ソフトバンクって何考えてんだろうね。え、ほんまやったら特大トレードじゃない。でもどの選手も環境を変えるのは良いかもしれないな。おっと、こちらも日知り終わった翌日にストーブリーグ開始で、いきなり一つのトレードが実現しそうな情勢ね。ご視聴ありがとうございました。